佐藤飛鳥のネクストトゥモロはい、北海道北見市出身、クリスマスの過ごし方がわからない佐藤飛鳥ですはい、第93回目を迎えました、いや2回かを迎えました、ネクストトゥモロー、今週も皆さんいかがお過ごしでしょうかということでね、もうすぐ世間的にはクリスマス、皆さん予定は決まりましたかね。佐藤は毎年ねお仕事をね25日24日としていて、まあ、そこでねケーキをまあね食べる習慣が7年ほど続いていたんですが、なんとね今年は何もなくて、ずっと周りに私はクリスマス何をすればいいんだろうっていう話をしていたら、なんとですね来週ですよ、金曜日なんです25日、なんとネクストトゥモローね、来週で2020年最後となります。なんとですね YouTube の方で生放送でお届けすることが決定いたしました。来週はね生で佐藤飛鳥のカミカミな、ミニラジオをお届けする、まあ噛まないよね、一生懸命練習しますけど、はい、お届けする予定なので、皆さん25日ねお時間の方はツイッターの方で後にお知らせしたいと思います。はい、予定がねある方もない方もよかったらぜひとも、聞いていただけたら嬉しいです。そしてねまだあるんですよ、なんと私から皆様にまあ、クリスマスプレゼントなんてまあおこがましいんですけども、なんとですね12月25日新曲2曲がダウンロード配信されることが決定いたしました。嬉しい。はい、こちらの曲1曲は、高瀬和也さんの作曲、So Be True To Yourself、 そして2曲目は、シージンミックス兄さんの曲ですね、オブリビアスという曲です。2曲ともアップテンポでクリスマスを盛り上げるハイな2曲になっております。そしてね私も作詞を手掛けております。はい、お楽しみにということで、まあそちらのね曲も触れつつの生放送にょだって生放送させていただきますね。皆さん楽しみにしていてください。後にね、ちゃんと番にもなりますのでお楽しみに。そしてもう一個お知らせですね。なんと、ビジュアルアーツさんという、まあ、私が大好きなね、キー作品、まあ、蔵などとか、あれですね、エア、カノン、そちらの作品などなどを制作してらっしゃいますビジュアルアーツさんの方で、エアコミケ2というものがね、行われるらしいんですよ。まあ、ネットでね、コミケということでね、買えるそうなんですけど、なんとそちらの方で IVE、5 Element 3、 そしてレストレーション2枚の CD がセットになって販売されることになりました。まあ、5 Elements は、まあ、全曲 AC 4曲収録となっています。そちらの方で私は Kai という曲を歌わせていただきました。そしてレストレーション、こちらはですね、修復がテーマとなっていまして、ボーカル3人、イクさん、リナさん、そして佐藤飛鳥、三者三様でテーマに沿って歌詞を書いて歌っております。ね、そんな CD2 枚セットで、ビジュアルアーツさんのホームページの方で、エアコミケの方でね、発売されることとなりましたので、皆さんよかったらチェックしてみてください。ちなみに私が書いた歌詞はですね、修復をテーマだったので、まあ、こういう直し方あるなっていう、まあ、自分はね、こういう直し方したことないけど、まあ、でも、埋めたくなるよね、そういうやり方で、みたいな歌詞を書いて、あなたがいなくなったからこういうことして私は、ハイな気持ちになってあなたを忘れるのよみたいな歌詞を書いております。ちょっとねセクシーで過激になってますけど、皆さんよかったらねお手に取って聞いてもらえたら嬉しいですっていう感じで、お知らせがね盛りだくさんな年末になっております。毎年ねそうだよ、12月31日とかはね去年コミケでね東京に行ってましたからね。はい、今年は、一人で過ごしていこうと思います。わからないけど、まあね、さあ今週も元気に、行ってみましょう。まずはこちらのコーナーから、 IVE 楽曲、 IVE 楽曲じゃない、また間違えた、 IVE ミュージックストレージ。
はい、こちらのコーナーは毎週佐藤飛鳥が独断と偏見で魅力的な IVE 楽曲を紹介いたします。そしてより楽しんでいただくためのポイントなどを紹介するコーナーです。今週はこの楽曲をお届け、島宮英子さんでラストリグレッツ、クリスマスフロアスタイル。给他百分之十的工资，不用给他工资，给他每个月的工资，给他百分之十的工资，不用给他工资，给他每个月的工资，给他百分之十的工资。Hello, Chris。ただいま聴いていただいている曲は島宮英子さんでラストリグレッツクリスマスフロアスタイルということでね、はい、もうすぐクリスマスということでね、こちらのアレンジをお届けしております、ね、来週はね、多分違う曲っていうか流すタイミングがあるかもわかんないので、今週ちょっと言っとこうと思いましたね。はい、皆さんこちらの原曲ね、原曲やこの曲を聴くとなんかちょっとうーなんて言いたくなるでおなじみのカノンというゲームの主題歌でございます、冒頭でもお話ししましたけど、こちらのカノンというゲームはビジュアルアーツさんというゲーム会社の方が、制作されて、まあキー作品と言われて泣きゲーと言われてる、まあ泣けるゲームっていうことですね、それで有名になっているゲームでございます。まあアニメ化もされていますけどね、なんか私はねちょっとアニメの方がすごい見ていて、学生時代すごく、ね、もう感銘というかもう素晴らしい作品だなと思って、すごい大好きな、曲そして作品になっております。こちらの作品、冬を舞台にしている作品で、なんかね、これ曲に関係ない豆知識なんですけど、ゲーム内で使われているこう雪を歩くシーンとかがね、あるんですよ。こう、雪をカサカサカサって歩いてるシーンは、なんか音をね、わざわざゲーム会社のビジュアルアーツ社長、ババ社長がですね、わざわざ北海道に来て、自分でこう、歩いてですね、こう、音を取って、それが実際使われているそうなんですよっていうことをねこの間知りましたけど、はい、まあね、ついゲームの話をしちゃうんですけども、こちらのアレンジはまた原曲とちょっと違っていて、新生も明るくてなんか前向きになれるようななんかねアレンジになっているように、聞こえます。こちらの歌詞の内容、ゲームに寄り添っているんですけど、まあ弱さではなく強さを持っていることを思い出して未来に向かっていく、だからこれが最後の後悔なんだよっていうのを歌っている曲なんですけど、まあ原曲はひしひしと
もう泣かない泣かないとかね、あの最後ね、泣かない泣かないって言ってね、自分にこう言い聞かせるように歌っているんですけど、このアレンジはなんかその後の未来をこう映して、2人がまあね、そのまあギャルゲーといえば男の子と女の子の恋愛を描いているんですけど、その2人がね素敵な未来を歩んでいるというか、素敵な未来でこうクリスマスにデートしているような、なんかね素敵なこう想像ができる、ね、あの明るいアレンジになっているなと思ってすごく好きですね。島宮彩子さんも歌い方をね、原曲とは全然違 う歌い方をしてて、またそれもねすごく好きなんですよね。でちょっとあまり関係ないんですけど、このアニメ、この曲なんですけど、京都アニメーションの方で制作されたカノンの方で16話にね使われているんですよ。でこれね、あの私書いてから知ったんですよ。この文章書いてから知って、だからかこうなんかね、そのシーンっていうのが女の子と、まあこれはねまたあの歌詞とは違う内容の、まあストーリーの別のルートの女の子、まあこれはね関係ないかもしれない、別のルートの女の子と、主人公が2人でねこう雪の中をこうデートというか遊んでいるっていうシーンで使われるんですよね。もう全く私が考えてたのと一緒で、幸せな時間をこう2人で的な明るいアレンジでね、まあすごくいいなと思いますね。クリスマスなんか切ない曲多いですけどね、こういう明るいアレンジで、ね、すごく好きだなと思いました。皆さんも機会があったらぜひとも、クリスマス、まあ、クリスマスフロアスタイル、ぜひとも聞いてください。今週は島宮彩子さんでラストリグレッツクリスマス、フロアスタイルでした。佐藤飛鳥のネクストトゥモロー。マンスリーテーマトーク、おすすめのお鍋はい、今週もねおすすめの鍋を募集しましたけどね、あのたくさんいただきましたよ。ちょっとその中から今週もお一つ紹介していこうと思います。アストモネームたかしーさんからいただきました。手軽なのは白菜と鶏ももの日本酒鍋。白菜と鶏肉をぶち込んで塩コショウのみで味付けして、日本酒で煮込んで完成っていうね、お鍋があるっていうのをねこういただきましたね。日本酒いいですよね。私もね日本酒実はね好きなんですよ。あまりめったにね最近飲まなくなっちゃいましたけど、あのねすごいね脱菜とか甘口、甘口のねお酒が大好きで、日本酒をいただかせていただいてた時もありました。でね、ソフトクリームとかにねあの日本酒をかけてね食べるのが大好きでっていう鍋の話ね、日本酒が好きだっていう理由でこれを紹介してるんですけどね、これ気になってね調べてみたんです。そんな鍋あるのと思って、日本酒で煮込む鍋、そしたらねあるそうなんです。その名もね、ビッシュ鍋。あの、美しい酒って書いて、ビッシュ鍋って言うんですよ。はい。なんとこれ、広島県の鴨鶴、製造、酒造だ。鴨鶴酒造の方が考えた鍋だそうですよ。ねえ、この鍋の一番の特徴は、味付けがシンプルなんだって。で、使うのは塩、胡椒、酒。この三つ。ね、高橋さんが言ってたのと一緒ですよ、ね。醤油とか入れないんだと思って。ね、このシンプルな、この三つで、こう、素材の味を楽しむ。ってのが、ね、ポイントだそうです。ね、これを考えた方がね、仕事でお酒の味を見るのに、まあ、支障が出ないように、こう、あえて、あっさりとした味付けにしてるそうですね。あ、そっか。この人ね、あれだ。お酒の味をこう、見る人だったんだね。こう、聞き酒っていうのをするのに、こう、濃い味を、ね、味付けのものを食べると、なんかそれに影響されるから、あえてあっさりした味付けで、この鍋を食べていたそうですね。ああ、なるほど。味はね、日本酒が染みて、具材がね、とっても甘くなって美味しいそうですよ。
これね、私ちょっとキンキンにやってみようと思います。いい日本酒をね、こうないな、なんかね、なんかでもね、実家から届いたんですよ、日本酒が。なんかお母さんがお酒飲まないからって言って、だからね、ちょっとね、試してみようかな。興味ありますよ。でもさ、あの火でお酒飛ぶからアルコール感はそんなにないのかなって思うんですけどね。ちょっとね、これはね、塩コショウのみ、だしも入れないんでしょ。な、じゃあ水炊きに近いのかな。なんか調べてみると、なんかあのもつ鍋とかでもね、できるそうなんですよ。もつ鍋とか、あとね、いろんな水炊きとかでも、なんか、まあ、これちょっと水炊きに近いのかもしれないんですけど、なんかその醤油、なんか醤油ベースにするならこのお酒が良くてみたいな、味噌ベースにするならこの日本酒が良くてっていうのがあるそうなんですよ。ちょっとね調べて、私もこの塩コショウのみで味付けした鍋ちょっと食べてみたいので、ちょっとねやります鍋します。ただね、私ね、一人用の鍋をね買ってないんだよね。なんかね、そのみんなでねご飯しようっていうためのなんか3人用とかの中途半端な鍋はあるんですけどね、1人前ってないから、ちょっと買ってきますわ作りますね。いつ佐藤明日香鍋を作るんだっていう話なんですけど、まあなんと、まあちょっとね、来週生放送なので、ちょっとね楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。皆さんも日本酒美酒鍋、ぜひともよかったらね、食べたら感想をお願いいたします。美酒鍋っていうね、美酒鍋、ビー一種のようにみたいな、はい、なんでもないです。はい、おすすめのお鍋のコーナー、まだまだお待ちしております。ね、あの鍋のお名前、具材、だし汁、おすすめポイント、そして味、手軽さをね、星5段階評価でよかったらリプください。そしてメールアドレスのデモ募集しておりますので、よろしくお願いいたします。以上、マンスリーテーマトーク、おすすめのお鍋でした。佐藤明日香のネクストトゥモロー。佐藤明日香ネクストミッション。はい、こちらは佐藤明日香のいろいろなスキルを向上させるために与えられたミッションを達成していくコーナーです。今週のミッションは、なんとお題はがきいただきました。はい、こちらはね、匿名なんですけど、滑舌の特訓として落語ジュゲムのフレーズを10秒以内に1回も噛まずに唱えてください。失敗した場合、罰ゲームは穴があったら入りたい失敗談を番組最後に告白していただきますということで、いただきました。ジュゲム、皆さんわかります？あの長いやつですよ。でもね、これね、私ね、佐藤明日香自信あるんです。なぜかと言いますと、小学3年生か4年生ぐ、よ、いや、多分4年生だな。4年、5年、それぐらいだな。の時に、ジュゲム、こちらをね、学芸会でやっているんですよ。知ってました？学芸会で、ジュゲム、ジュゲム、画家のすり切れってね、言ってるんですよ、私、セリフで。で、そっから、私ね、多分ね、忘れてないと思うの。小学校にあんだけ死ぬほど唱えたジュゲム、これを10秒以内に言えないわけがないでしょうと思って、佐藤明日香久しぶりに自信があります。それではね、ストップウォッチを用意しました。10秒こちらで測っていきたいと思います。皆さん、私の華麗なジュゲムお聞きください。それではミッションスタート。ジュゲブジュメック、ゴコウにすり切れ、カイチャリ水魚の水魚マーツ、ウンライマーツ、フーライマーツ、スクーネルところに住むところ、ヤブラコウジのブラコウジ、パイポパイポパイポのシューリンガー、シューリンガーのグリーダイ、グリーダイのポポキミーのポポカナーのショーキューのヨチョウスケー。ちょっと待って、早いよ、10秒は。10秒早い。ちょっと待って、過ぎちゃった。いけると思った。ちょっと待って。いや、もう一回やらせて。もう一回ジュゲブ言わせて。ちょっと、スタートって言ってからちょっと間が長かったから。これでね、これだよ。これもう一回。いきます。ジグメジグメ、五行の国、シュークリック、ダメだこれは。いやー、10秒以内って難しいですね。ちょっと待ってよ。嘘でしょ。言えると思ったんだけどな。
事件も事件も五行のすりけり怪人すりけりの宗教松うない松風来松風のところに住むところ破る工事の破る工事パイプパイプパイプの修理が修理がのグリーナイグリーナイのポップグリーンのポポナーの超有名の超言えないのかこれね私ねさっきねちっちゃい声でやったらね9秒ぐらいだったんだよね練習してるくそ最後にじゃあ穴があったら入りたい失敗談喋りますかはいお楽しみに以上アスカのあーもうてかこれもう終わるのかでも、うん、ねはいこのコーナーではミッションも募集しております佐藤アスカのスキル向上につながるミッションがあれば、動画や概要欄にもありますが、メールアドレスまでご連絡ください以上、佐藤アスカのネクストミッションでした佐藤アスカのネクストトゥモロー佐藤明日香の今週のオンエア楽曲は聴いてください。ファイブエレメンツ2より円。今週も聞いてくれてありがとうございます。毎週土曜日、20時から DJ ナミさんにより皆さん一緒に踊り語りましょう。ね、YouTube の方でやっておりますね。私も2曲ほど毎週歌わせてもらってます。でもね、明日はね、ちょっと1曲多いんですよ。皆さん、お楽しみにということで。そして、日曜日は佐藤明日香の GoTo シリーズ。配信スタートいたしております。毎週ねいろんなところに行ってるんですけど、今週はね今週、日曜日あげたのは高瀬さんとお蕎麦に行ったっていう、ただお蕎麦を食べるだけの動画ね、そう面白いのかなと思ってただね今週の回は結構盛りだくさんになってますね。日曜日、明後日上がる回はあるところにちょっと車で一緒にこう競馬屋さんと出かけて、ある食べ物を買いに行くっていう話なんですけど、車でのね話がやったらね、まあ密です。ぜひとも聞いてください。密ですってまた違うか。そして、まあ来週12月25日、なんとね冒頭でもお話しましたけど、ネクストトゥモロー生放送でお届けしたいと思います。時間の方は後々ツイッターの方で書いていくんですけど、皆さんねお楽しみにということで、
まあね、ライブというわけでないんでね、ゆるーくね、ちょっと私と一緒に、私のお話を聞いてコメントをちょっと読んでね、ゆっくりね、ちょっと1時間ぐらいお話していこうと思うので、ぜひともよろしくお願いします。1時間わかんないな。さあ、今週も明日につながるキーワード。47歳で全財産を失い、48歳でインスタントラーメン、61歳でカップヌードルを発明した、95歳で宇宙飛行士ラーメンまで作った安藤桃福さんの名言です。人生に遅すぎるということはない。50歳でも60歳からでも新しい出発はあるっていう言葉ですよね。遅れを感じる全ての人々に勇気を与える、やるべきことをやる、人生まだまだこれからだっていうね、すごい前向きなお言葉ですね。すごいですよね。61歳たらもういいかって野望とかがさ、もういいかみたいななるのにさ、インスタントラーメン作るだけでもすごいのに、あのね、もう有名なカップラーメン、まあ、チキンラーメンを作り、チキンラーメンがインスタントラーメンですよ。インスタントラーメン作って、なんとカップヌードル発明しちゃうっていうね、素晴らしいですよね。はい、そんな方の言葉でした。さあね、はい、ネクストミッション。はい、今週も失敗しましたね。はい、罰ゲーム、穴があったら入りたい失敗談を告白したいと思います。そんなね、失敗談っていうわけでもないんですけど、なんか最近の話は、ちょっと覚えてないんです。だから、私が結構昔やって、大人をドン引きさせた話をしたいと思います。なんか大した話じゃないです。小学校4年生の時に、北見のね、広里浄水場っていうところ、まあ水をきれいにする、工場にみんなでこう学校の皆さんと一緒に行った時に、まあ質問コーナーがありまして、小学生のみんながどうして水はこんなんですかみたいなさ、あの質問するコーナーがあるじゃないですか。そこでね、私手を挙げて発言した一言、あの言葉が、まあね、大人たちをこう震え上がらせたというか、お前何やってんだみたいな、まあ、ね、話なんですけど、まあなんか、これはね、今でもなんか、覚えてるぐらいに、まあ周りをドン引きさせたのかなと思うんですけど、まあなんか手を挙げて私は、いつも朝になると茶色い水が出ます、どうしてですかみたいな、これ変な質問したんですよね。で、それはね、多分私の住んでた団地が錆びてて、多分ね、水がね、茶色かったんだと思うんですよ。それをなんかわざわざその水道のさ、水のね、水をきれいにこうやってしてるんですよって習った後に質問する質問ではなかったなと。でも先生たちはあたふたしてるわけですよ。で、なんかね、それをね、どう答えて、きっと水道管が錆びてる可能性もありますが、みたいな、なんかすごい丁寧に説明してくださったんですけど、なんかそれは穴があったら入りたいっていうか、すごいなんか今思うと申し訳なかったなっていう何の話みたいな感じなんですけど、うん、これはね、でもね、今でも覚えてるぐらいには、なんか、あ、ちょっと失敗しちゃったなって多分ことなんだと思うんですよ。くだらない、ちょっと。うん。あとね、穴にあったら入りたいはね、日常茶飯事ですよ。うん、ライブでね、歌詞すっぽかしたりするとね、もう、ね、ありますけど、まあね、そういうこともありますけど、はい。まあ、そんなことですかね。はい。それではね、来週もね、よろしくお願いしますよ。この番組が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。そして、コメント等いただけたら、今後の励みになりますので、よかったらコメントの方もよろしくお願いします。それでは、今週もありがとうございます。良い音楽とともに、See you next tomorrow! 佐藤明日香でした。バイバイ。